こんにちは、スパオです。今回は6月に発売された商品を中心に成城石井の新商品を全部で13品ご紹介します。夏らしい素材を使ったお菓子や惣菜、成城石井の本気が詰まった渾身のドリンクも登場します。お買い物の参考になれば幸いです。ではどうぞ。はい、まず1品目がハニーイングリッシュスコーン。成城石井の自家製パンに期待の新商品が登場しています。発売してからちょっと時間は経ってしまったんですが、これ今かなり売れてるみたいです。スコーンは実は2種類あって、ゴツゴツしていて見た目のトッピングなどが入ったぎっしりタイプのアメリカンスコーン、今回のように真ん中に割れ目が入ったあっさりとした甘みが特徴のスコーンがイングリッシュスコーンと言われています。こちらはアフタヌーンティーなんかにも登場しますね。そんな成城石井のイングリッシュスコーンはサクッと辛い口当たりの食感で、バターの風味をそこそこ感じます。甘さは控えめですが、そのままでも楽しめるようなちょうどいい甘さです。真ん中の部分をそっと割ってクロテッドクリームやジャムを塗る楽しみもありますね。個人的にはアメリカンスコーンはコーヒーで、このイングリッシュスコーンには紅茶を合わせたくなるんですよね。朝食からティータイムまで幅広く活躍する万能パンです。続いてが成城石井のエクアドル産バナナのクランチチョコと国産ミントバのクランチチョコ。ここ最近の注目のお菓子がこちらのクランチチョコレート。夏場にチョコレートってなかなか難しいんですが、バナナにチョコミントにどことなく夏を思わせるようなフレーバー2種類が登場です。バナナにはカカオ分 36% のホワイトチョコレートをベースに、バナナの生産が盛んなエクアドル産のバナナフレークを使用。小麦パフの香ばしさとともに鼻に抜けるバナナの香りがグッドです。もう一つが国産ミントを使用したホワイトチョコミント。ホワイトチョコと合わせることでよりミントの香りと清涼感が際立っています。食べた後でもしばらく口の中がほのかにスースーするので、夏場には嬉しい爽やかさです。これは冷蔵庫でしっかり冷やしていただきたいですね。また着色料も紅花口なしと天然香料なども見逃せません。バナナのチョコレートって不二家のルックチョコレートくらいしか思い浮かばないんですが、個人的にバナナ味のチョコ好きなので、このラインナップは嬉しいですね。チョコミントもそこそこミント感じるので、チョコミントラバーの方もご納得いただけるんじゃないでしょうか。はい、続いてが成城石井の京都産宇治茶使用の緑茶と京都産カリガネ入り黒ほうじ茶。これが最近成城石井がかなり力を入れて売り出している期待の新商品。バイヤーが1年以上かけて開発した成城石井の本気度がうかがえる缶入り飲料です。今回成城石井とのダブルネームでパッケージにも印字がある大正園茶舗さんは、緑茶発祥の地ともされる京都宇治にある100年以上の歴史を持つお茶屋さん。飛行機のファーストクラスへのお茶の提供や、京都府内のお寺など限られた販路でしか手に入らない絶品のお茶にバイヤーの方が感銘を受けて、今回商品化に至ったそうです。宇治茶使用の緑茶の方は一言で言うと、あの急須で入れた時のお茶の風味。ただそれだけでなく、甘みもあれば苦味の余韻もあって、複雑さとバランスの良さを味わえるペットボトルのお茶とは明らかに違う風味があります。黒ほうじ茶は仮金と呼ばれる茎の部分を配合した茶葉を使っています。これボトル飲料にはまず使われない茶葉だと思うんですけど、これを自家焙煎して入れることで香ばしい香りの中にある甘みのようなものも堪能できるんです。 400ml 弱で170円は高い部類だと思うんですが、私は払う価値大いにあると感じました。特に緑茶の方、急須で入れた味っていうのはきっと皆様も分かっていただけると思うんですが、香りと苦味と甘みの繊細なバランス、ここをぜひじっくりと味わってみてほしいですね。香りが広がりやすい口が広めのボトル缶なので、お出かけ先でも楽しめます。ぜひお試しください。続いてが成城石井の抹茶水羊羹。この水羊羹、成城石井を代表する夏の涼菓で、ここ数年ずっと小豆オンリーの水羊羹だけだったんですが、やっと新商品が登場しました。パッケージに芳醇で深みのある味とあるように、確かに分かりやすい抹茶感みたいのはないですね。今回は特徴のある2種類の抹茶を入れているそうで、抹茶の風味が引き立つ宇治抹茶と、濃厚かつ重厚感のある西洋の抹茶を使用することで、通常の抹茶羊羹にはない複雑さを出しています。
そして甘み漬けには上品な甘さが特徴の北海道産天才糖を使用と、スペック面では申し分ない布陣です。食べてみると甘すぎない感じはしますね。抹茶も重厚感確かに感じつつも、水羊羹らしい重すぎない風味もあって、この辺は水羊羹にして販売するにあたって相応の調整をされたんだと思います。通常の成城石井の水羊羹も品のある味わいで大変人気なんですが、これはこれでまた違った品の良さを味わえますね。夏のギフトにはぴったりだと思うので、まずはご自身の分を、その後はご贈答用にご検討ください。続いてが成城石井の192層のミニリーフパイ。ちょっと前に成城石井のリーフパイがマジでうまいですよってお話ししたんですが、今回それのミニバージョンが発売されました。もう味は言うまでもなく美味しいに決まっているんですが、一番の特徴は品名にもあるように192層の食感。薄い層が幾重にも折り重なることでサクサクとした食感に仕上がっています。風味の面ではニュージーランド産バター使用でしっかりとしたバター感を、表面には手作業でまぶされたザラメ糖が乗っていて、ジャリジャリっとする食感もいいアクセントになっています。まずはこの軽快な層の食感を感じていただいて、その後はバターの風味とザラメの食感を堪能してほしいです。ザラメのところ以外は意外と甘さ控えめなので、アイスクリームに添えたりしても美味しいです。自分へのご褒美にちょっとしたプレゼントにも重宝する成城石井の隠れ名品です。ぜひご賞味ください。続いてが成城石井自家製4種ドライフルーツのクリームチーズ。以前に自家製の数の子チーズが出ていて、あれが結構美味しかったんですが、そんな自家製チーズの第2弾が登場しました。トルコ産のドライイチジクとアプリコット、アメリカ産クランベリーにカリフォルニアレーズンを加えたデザートチーズです。クリームチーズのコクと酸味にドライフルーツの果肉感と甘酸っぱさが加わって、なかなか食べ応えのある味なんです。これブロック状でボンって入っているので、今回はカットしたんですが、そのまま塗れるくらい柔らかめの食感なので、クラッカーに塗って食べるのもおすすめです。この手の甘いクリームチーズってどういう風に食べたらいいのってよく聞かれるんですけど、基本変なアレンジは考えなくて OK だと思っていて、クラッカーにのせるかパンにのせるか、あとは生ハムなど塩気があるものと合わせると意外に美味しかったりもします。それ以外はワインやウイスキーさえあれば何の心配もいりません。ウイスキーのお供にレーズンバター合わせる人一定数いると思うんですが、その辺お好きな方ならきっと気に入ると思います。数量限定のようなポップもあったので、気になる方どうぞお早めにチェックしてみてください。続いてが JB ハニーズのはちみつミント。一世を風靡したはちみつ紅茶の新商品として、夏場にぴったりなミントフレーバーが出ています。こちらは茶葉不使用のミントベースのお茶なので、ノンカフェインというのも気にする人には嬉しい仕様です。清涼感の強いペパーミントを使用していて、そこに蜂蜜と甘味料で甘さを出しています。茶葉が入っていない分、舌に乗っかるような飲み応えは控えめなんですが、かすかなミント感が爽やかに香っています。蜂蜜の他に甘味料を使っているので、甘さはありつつもかなり引きのいい後味です。紅茶飲み慣れないけど蜂蜜紅茶なら飲める人、もしくは蜂蜜紅茶そのものの味が好きな人にはきっと向いていると思います。この他に蜂蜜カモミールティーも発売されていたので、カフェイン気にする方はこちらも要チェックです。続いてが成城石井自家製のツナと淡路島産玉ねぎの4種ビーンズマリネ。成城石井人気の自家製マリネにも新商品が登場しています。微妙に食感の違う4種類の豆が入ったツナとトマトのマリネです。味付けは成城石井おなじみのマリネベース、白ワインビネガーのフルーティーな酸味に隠し味に光るニンニクがアクセントになっています。玉ねぎの存在感は意外と控えめだったんですが、遠くに風味程度に香ってきます。量は少ないんですが、時折当たるセミドライトマトの果肉感がいいですね。またツナも入っていることでより食べ応えも増しています。豆がたっぷり入っているので結構お腹にたまるレシピではあるんですが、お酢の酸味で夏場でもさっぱりと召し上がれます。白ワインビネガーはツンとこない酸味で、特にマリネとの相性が抜群です。豆の満足感もあるので軽いランチなんかにもいいかと思います。ご飯の副菜や
白ワインとのおつまみにも確実に活躍します。成城石井のマリネに外れなしは健在です。ぜひお試しください。続いてが成城石井自家製三陸産肉厚金華サバ尽くし。成城石井のお寿司コーナーを支える超ロングセラーの一品にサバ尽くしっていうお寿司があるんですが、今回はそのサバがブランドサバの金華サバになってパワーアップして登場しているんです。油の乗った金華サバを4種類のお寿司でいただきます。肉厚の押し寿司は油が乗った間違いない味、それを炙った香ばしい焼きサバ寿司に少し薄めのごまを乗せた握り寿司、そしてとろろ昆布が巻かれた風味高い巻き寿司と、同じサバでも微妙に風味が違うのがまたいいんですよね。金華サバは三陸の金華山沖で漁獲されたサバの中で厳選された大型のサバのみに与えられるブランドサバ。身が引き締まっていて油の乗りも良い、スーパーの惣菜に出てくるには珍しいほどのお魚なんです。正直お値段はするんですが、その価値は十分あると思います。ご旅行のお供にもぴったりですし、夏場はそうめんやそばなどの冷麺のお供として食べるのが特におすすめです。麺系ってつるっと喉越しもよく食べやすいんですが、やっぱりご飯もの欲しくなりませんか？そんな時に 2,3 人でこれシェアできたら最高の夏になりますよ。金華サバ、サバ尽くしの名に恥じない絶品の惣菜寿司です。こちらもぜひお見逃しなく。はい、最後にご紹介するのが成城石井自家製のヘーゼルナッツココアのカントリークッキーとマカダミアチョコチップのカントリークッキーです。自家製の焼き菓子にも新商品が登場しています。カントリークッキーの定義って結構曖昧ではあるんですが、ざっくり言うとクッキー型を使わずにいろいろな材料を混ぜて焼き上げるザクザク感のあるクッキーです。成城石井のは比較的統一されたサイズ感ではあるんですが、よく見ると縁の部分あたりが不格好な感じもします。ヘーゼルナッツは細かく砕かれたヘーゼルナッツが四方八方に散らばっていて、どこをかじってもヘーゼルナッツに出会えます。ココア感はそこまで強くないんですが、特徴的なのが塩気がそこそこ効いています。ここが甘さ一辺倒ではない味のいいアクセントになっています。マカダミアチョコチップはヘーゼルナッツよりちょっと柔らかめの食感で、バターの風味がよく香ります。マカダミアの粒が大きくてチョコレートとはまた違った食べ応えのある食感がグッドです。チョコレートには 72% のクーベルチュールを使っているので、ビターの甘さなのもポイントです。このザクザク感のあるクッキーは総じて食べ応え抜群ですね。両方とも9枚入りでチャックもついているので、しばらくは楽しめそうです。味で迷っているなら買って損なしです。はい、いかがでしたでしょうか。夏らしい商品が多かったですが、何か気になるものありましたでしょうか。今回印象的だったのはやっぱりお茶缶ですかね。商品単体でプレスリリースを出していたり、この2つのためだけに CM 動画みたいのを作ったりと、かなり力が入っています。特に緑茶は一度試してみる価値があるかと思います。お買い物の参考になれば幸いです。このようにこのチャンネルでは、成城石井元店長の私がおすすめする成城石井やカルティ、無印良品のおすすめ品や食べ合わせ、たまに全国のスーパーで買えるおすすめの商品など、食にまつわるあらゆる情報を発信しています。少しでも参考になったよという方は、いいねやコメント、チャンネル登録をいただけると嬉しいです。またインスタグラムやヤフークリエイターズでも日々情報を発信しているので、そちらもぜひ遊びに来てください。今回はこちらで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。